滝沢秀明が語る自由にはさせない真意とはナンバーアンダーラインアイメンバーの成長戦略恋愛禁止の裏側滝沢秀明の厳しい指導とナンバーアンダーラインアイメンバーの覚悟滝沢秀明がナンバーアンダーラインアイのメンバーたちに対して自由にはさせないと語った背景には彼の深い愛情と責任感が垣間見える彼の言葉は 単なる制約や束縛を意味するものではなく、彼らがプロとして成長し、世界に羽ばたくための道筋をしっかりと守り、導こうとする意図が込められているようだ。これには、彼自身が経験した厳しい芸能界での道のりや、成功と失敗の両面を見てきたことが大きく影響しているのだろう。まず、自由という言葉には、多くの意味が含まれている。自由とは、 好きなことをやれる状態を指すが、その背後には必ず責任が伴う。ナンバーアンダーラインアイの三人、平野翔、神宮寺優太、岸優太も、このことを深く理解しているはずだ。彼らは、自分たちの覚悟と責任を背負いながら、世界を目指している。滝沢秀明の自由にはさせないという言葉は、彼らを好き勝手にさせるのではなく、正しい道へと導き、 守るという彼の決意を示しているのではないだろうか恋愛禁止というルールについても滝沢の考えは一貫している彼は恋愛を禁止することでメンバーたちが自分たちの夢に集中できる環境を提供しようとしているこれは彼らがプロとしての道を歩む上で自己管理と自己犠牲の精神を養うための一環とも言えるだろうしかし一方で 恋愛は人間の自然な感情であり、完全に禁止することは難しいという現実もある。運命の人がいつ現れるかわからないし、その時に感情を制御するのは簡単なことではない。滝沢はまた、メンバーたちが恋愛に巻き込まれることによるリスクも理解している。恋愛スキャンダルが発覚すれば、彼らの仕事やファンとの信頼関係に大きな影響を及ぼす可能性がある。ネット社会では、 些細なことでも大きな問題に発展することがあるためメンバーたちの意識の高さとエンターテインメントとしての振る舞い方が重要だと強調している彼らがプロフェッショナルとしての意識を持ち高い目標に向かって努力することが求められているのださらに滝沢の考え方は彼の芸能界での経験に基づいている彼は若い時の苦労が後々の成功につながると信じており その教えをナンバーアンダーラインアイのメンバーたちにも伝えたいと考えている。彼は、彼らが若いうちに厳しい環境で経験を積むことが、将来の大きな成功につながると信じている。彼の厳しさは、単なる抑圧ではなく、彼らの成長を促すための愛情表現なのだ。滝沢はまた、メンバーたちの未来を見据えて行動している。彼は、彼らがプロとしての道を歩む上で、 どのようなリスクがあるのかを理解しており、それを避けるための最善の方法を模索している。彼の厳しい指導は、彼らが世界に通用するアーティストになるための重要なステップであり、そのためには、彼らが自己管理と責任感を持つことが不可欠だと考えている。n ンバーアン Underline I の3人は、この厳しい環境の中で、自分たちの夢に向かって努力している。彼らは、 自分たちの覚悟と責任を持って世界に挑戦する決意をしている彼らの努力と情熱は滝沢の指導の下でさらに強化されており彼らが成功するための重要な要素となっている滝沢の指導の下でナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはプロフェッショナルとしての意識を持ち自己管理と責任感を持って行動することが求められている彼らの未来は 彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。滝沢の厳しい指導は、彼らが成功するための重要な要素であり、彼の指導の下で、彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、 彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。滝沢の指導の下で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、プロフェッショナルとしての意識を持ち、自己管理と責任感を持って行動することが求められている。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、 滝沢のの指導の下で、自分たちの夢に向かって努力している。彼らは自分たちの覚悟と責任を持って世界に挑戦する決意をしている。彼らの努力と情熱は滝沢の指導の下でさらに強化されており、彼らが成功するための重要な要素となっている。滝沢の厳しい指導は彼らが成功するための重要な要素であり、彼の指導の下で、 彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。自由と責任は表裏一体であり、滝沢の指導の下でナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、このバランスを理解し、自分たちの目標に向かって努力している。彼らの未来は、 彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。滝沢の厳しい指導は、彼らが成功するための重要な要素であり、彼の指導の下で、彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している。ナンバー・アンダーライン愛のメンバーたちは、滝沢の指導の下で、プロフェッショナルとしての意識を持ち、 自己管理と責任感を持って行動することが求められている。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。滝沢の指導の下で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、自分たちの夢に向かって努力している。彼らは、自分たちの覚悟と責任を持って、世界に挑戦する決意をしている。 彼らの努力と情熱は、滝沢の指導の下でさらに強化されており、彼らが成功するための重要な要素となっている。滝沢の厳しい指導は、彼らが成功するための重要な要素であり、彼の指導の下で、彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、 彼らがが自由とと責任のバランスを取ることが重要だ滝沢の指導の下でナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはプロフェッショナルとしての意識を持ち自己管理と責任感を持って行動することが求められている彼らの未来は彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものでありそのためには彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ 滝沢の厳しい指導は彼らが成功するための重要な要素であり彼の指導の下で彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している彼らの未来は彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものでありそのためには彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ滝沢の指導の下で No.1 アイのメンバーたちは自分たちの夢に向かって努力している 彼らは自分たちの覚悟と責任を持って世界に挑戦する決意をしている。彼らの努力と情熱は滝沢の指導のもとでさらに強化されており、彼らが成功するための重要な要素となっている。滝沢の厳しい指導は彼らが成功するための重要な要素であり、彼の指導の下で彼らが世界に通用するアーティストになることを期待している。ナンバーアンダーライン I のメンバーたちは、 滝沢の指導の下で、プロフェッショナルとしての意識を持ち、自己管理と責任感を持って行動することが求められている。彼らの未来は、彼ら自身の努力と滝沢の指導によって築かれていくものであり、そのためには、彼らが自由と責任のバランスを取ることが重要だ。滝沢の指導の下で、ナンンバーーアダラインアイのメンバーたちは、自分たちの夢に向かって努力している。彼らは、 自分たちの覚悟と責任を持って世界に挑戦する決意をしている。